共有しながら、インストラクターはこの音楽に集中をしていて、あ、ここでなんていうのかな、曲が盛り上がるときにやっぱり気持ちとかも吸う息になるべく合わせていく、で落ち着かせるときにはちょっと沈ませるっていう風に連動させて、あとはそれをいかに言葉にしてみんなを誘導していくかだと思いました。はい、で動きはですね、まあ、一連の動きを僕結構ルーティン化しちゃっているので、例えばさっきのこの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ですね、これ結構やっぱりね、何回かレッスンやってもらうとね、初心者の方でも覚えてくれます、はい、なのでその一つレシピを教えておいて、一つのレシピでこんなに楽しめるんだよっていう幅を広げてあげるのもね、楽しいかなと思います。